それでは、特徴ベクトルを用いた全文検索について自然言語処理研究室 B さんの福島雅也が発表いたします。今回参考文献にしたのは以下の文献となっております。で、まず特徴ベクトル法ということで、特徴ベクトル法というのは、特徴ベクトルまたはまあシグネーチャーファイルと呼ばれている二次情報を作品として検索処理を高速化する手法であります。で、その特徴ベクトルというのは対象の文章中にどのような作品語が出現したかどうかという特徴を0と1からなるビット列で表現したものとなります。で、大まかな流れとしては、まず文章集合のすべての文章から単語シグネーチャーと文章シグネーチャーを作成して、検索単語についても単語シグネーチャーを作成して、その2つを文章シグネーチャーと検索単語シグネーチャーから、検索を行うという形になっています。ここで単語シグネーチャーっていうのは、作品ごとなる単語の特徴を表すビット列で、文章シグネーチャーは、文章の特徴を表すビット列となっています。この文章シグネーチャーについては単語シグネーチャーから作られるものとなります。まず、単語シグネーチャーの作成方法から説明いたします。まず前処理として、対象の文章内から作品ごとなる単語を特定します。そしてその単語に対してハッシュ関数を用いて整数に変換してビット長 F、 その中の M 個のビットは1、残りが0のビット列からなる単語シグネーチャーを生成します。例えば、下のような B の、ビット列であれば、まあ、B は、1から F まで、そして、まあ、BI はそれぞれ0か1を取ります。まず、M が1の時に、そして次は、M が1より上の時のことについて2つ紹介いたします。まず M イコール1の時、つまり、ビット列に1が1つしか存在しないという状態を想定しています。まずその時には以下のようなハッシュ関数を用意します。で、この関数の中で、W は単語、sum の W は、単語中の各文字の内部コードの和、そして modF は F で割った余りを表します。まあ、つまり C 言語でいうと、パーセントのようなものになります。で、単語をこのハッシュ関数に入力して、まあ、そのハッシュと対応するビットを1にすることで、単語シグネーチャーを生成します。例として、単語がフル F がビット長が8の時のに、アルファベット内部コードが A から順番に、0から25、つまり Z は25になりますけれども、そうやって内部コードを当てはめた時に、ハッシュ関数がどんな風になるのかと、単語シグネチャーがどんな風になるかを、まあ、見ていきたいと思います。まず、ハッシュ関数の方を見ると、まあ、F が5、U が20、L が11ということで、まあ、全ての和を取って、8で割った余りは7となるので、つまり8となります。で、左から8番目のビットを1にするために、単語シグネーチャーはこのようになります。この方法では、F 通りのパターンが生成可能です。まあ、ビット長が8なので、8パターンのこの例だと8パターンが生成可能です。で、このパターンを増やすためには、M を増加させる必要があります。単純に2パターンでも、27通りがあります。で、次に、まあ、M が1より上の時のことについて紹介します。まず1の時のハッシュ関数を K 個用意します。で、そのハッシュ値のと同じビットの位置に1を置きます。つまり、先ほどの例で言うと、このようなハッシュ関数が複数あったとして、この値、まあ、今回これ8ですけども、これが5だったら8と5で、こことここに1が立つようなハッシュ関数を用意するような感じになります。
で、そうすると、ビットが1の数は、まあ、M から1から、まあ、K の間になります。でこの時、ハッシュ関数が衝突を起こさないようなハッシュ値が衝突を起こさないようなハッシュ関数を用意することが重要であります。これは、ハッシュ関数が同じ値出すと、同じところに位置が出てしまうので結局、あまり情報を持たないような、単語シグネチャーになってしまうからです。で、もう一つの、M が1以上の時の方法として、さっきの、サム W を使って、二進数表現を求めてその末尾 F ビット分を、ちょっと文字ミスってますけど、分をの、ビット列を単語シグネチャーにします。1の例でフルを使うと、サムだと、47になるので47を二進表現として、1たす2たす4たす8たす32で表せるので、このようなビット列が、単語シグネチャーになります。それで、これまでは単語を分割せずに単語シグネチャーを、作成していますけども、部分文字列の情報を単語シグネチャーに反映させるために、その方法として、隣接する2文字のハッシュ値を求めてその値と同じビットの位置を1にするというものがあります。例えばさっきのフルに関して言えば FU、UL、LL に対してハッシュ値を計算します。で、それぞれの、ハッシュ値を計算すると287となるので、単語シグネチャーの分割されたものは、このようになります。で、これを何に利用するかというと部分文字列検索に利用します。これは後でも説明します。で、次に、単語シグネチャーを用いて文章シグネチャーを作成する方法を紹介します。この時の単語シグネチャーは M イコール1の時に使用した方法を用います。で、この作成法は、文章内の全ての単語シグネチャーについてスーパーインポーズドコーディングを行うことで作成します。スーパーインポーズドコーディングというのは、単語シグネチャーのビットごとの論理を取ることになっています。例えば、数式で表すと文章 D の単語列に対して、文章シグネチャーが、下の式で表されます。で、例として、文章 D としてフルテキストサーチに対して文章シグネチャーを作成する場合を紹介します。まずそれぞれのハッシュ値を計算して、単語シグネチャーを生成します。それで、その単語シグネチャーから文章シグネチャーにするために、全ての、単語シグネチャーで論理を取ることで、結果が、このようになります。日本語の場合は、単語を部分文字列に分解して、それらの単語シグネチャーから文章シグネチャーを構成します。これは何で行うかというと日本語は複合が多数存在していて、分解してないと部分文字列で一致していても一致しないと判断されてしまうためです。例えば全文検索法をそのまま単語シグネチャーとして、文章シグネチャーを構成してしまうと、検索法で検索しても全文検索法に引っかからなくなります。これを回避する手法として部分文字列に分解する必要があるんですが、この場合は、全文文献検索作法とやって、部分文字列に分解してそれぞれの単語シグネチャーを生成することで、検索法でも同じく2文字ずつ検索作法で、単語シグネチャーを生成することで、検索に引っかかるようになります。で、次に検索方法を紹介します。検索方法は、検索単語の単語シグネチャーを生成して文章シグネチャーとビットごとの論理積を取る。そしてその結果が検索単語シグネチャーと一致しないならその文章を排除、
一致するな逐次検索を行って検索単語があるか確認するというものです。なんで確認するかっていうのは、検索条件を満たす候補であるアクチュアルドロップと満たさない候補であるフォルスドロップが存在しているためです。で、この条件を満たしているかの判定処理をフォルスドロップ、ドロップレゾリューションというのですが、これを行う必要があります。で、例えば以下の文章に対して、インデックスっていうキーワードで検索します。で、文章はそれぞれ以下の 5つの文となっています。で、それぞれの文章に対して、文章シグネチャーを求めると、このようになって、また検索単語の単語シグネチャーを求めるとこのようになっています。で、単語シグネチャーと、文章シグネチャーそれぞれ論理を取ると、5と4と32の時に、1で論理和で1になるので、検索単語シグネチャーと一緒になるので、一致するということになります。そして逐次検索をすると、インデックスは、2の方と4の方にあって5の方にはないということで、インデックスが D の2と D の4で、あることが確認されます。ということで、いくら、論理和が取れてて一致したとしても論理和が一致したとしても、このようにフォルスドロップというのが存在します。で、今回の発表内容としては、特徴ベクトルの構成法ということで単語シグネチャーの生成法、そして文章シグネチャーの作成法、そして特徴ベクトルによる検索を発表しました。次回は、複数の検索単語がである場合と、分割管理による特徴ベクトルの構成法について説明いたします。これで発表を終わります。